エドワルド・ベルジン、エドワルド・ペトロビッチ・ベルジンは、ソ連の軍人、チェキスト。強制収容所として、悪名高い内務人民委員部、ダリストロイの管理者。師団主警官、ラトビア人。大粛清で自らも逮捕、銃殺された。リフラント県ボリマル軍出身。1915年1月、第4ビゼムラ・トゥイシュ連隊の順位。1917年。 第4ラトゥイッシュ狙撃連隊の将校。1918年から共産党員。1920年3月、ラトゥイッシュ狙撃師団補給部長。1920年11月、老能赤軍野戦本部登録局職員。1921年、ベルリンの絵画学校で高等教育を受ける。1921年2月からチェイカー特殊科職員。 1931年1月、オーゲーペイウービシェルセルロース製紙工場建設部長。1931年11月、企業合同体、ダリストロイの長となり、1935年、金の採掘計画の履行に対して、霊人勲章を授与される。1937年11月29日に逮捕。1938年8月1日、 ソ連最高裁判所軍事部会により死刑を言い渡され重殺。1956年名誉回復。ありがとうございます。